現妻、または、純狐は、夏王朝の頃に存在したとされる古代中国の人物。黒くて、美しい髪を持つ美女として知られる。現在の山東省、最名市周辺に勢力を持ち、継ぎを外した、有直氏の娘で、はじめ公のもとに突ぎ白布を生む。中高三年に、公芸によって、白夫が殺害された後、公、芸の日となるが、 白風のあだを取るため、またその恨みのために、あいっぱい地に、こう、芸の進化で王位を狙っていたン、と共に狩猟後の縁で酔っ払っていたゲ芸を殺害し、後にンの喫祭となった。ン、との間には、行徒という孔を設けている。玄妻という名称は、美しい黒髪に由来している。鏡のように艶があり黒な、美しい髪の毛であったという描写は、春秋刺し伝や、 道氏などにある。源妻が、うとの間に生んだ、白風は、非常に貪欲な性格の悪人であり、悠久氏の工芸によって滅ぼされたことから、花肌美しきものは必ず花肌足しきことでもある、という意味の古事の一例として挙げられている。純狐という名称は、純狐氏の娘という意味であるとされ、道志国名記や、今本武初期年では、純狐は国あるいは、 死の名であるとされているが、その語源は明らかとなっていない。名義には、純一作刀とあるが、陶儀爪と書かれた例は見られない。演歌著、中国の神話伝説には、玄爪とも呼ばれたとあるが、玄妻を指して、玄爪であると記載している例は、死書などには見られない。マバユズマという名称は、古結合の論文集、古主弁に、マバユズマ、即左伝中。 玄妻とあるものの、これは、祖寺天文の、朱純狐、馬場ゆずまここはかりごとの、馬場ゆずまを名前と捉えた場合の話で、もう一つの説は、愛に目がくらんだと読むものである。屈字正義や、道史などでは、純狐は、芸の妻であるという共通点から引いたものか、芸の妻として説話が広く知られる情があるいは、楽品と、同一視した記載、またその否定が見られる。 百度百科では、道志国名記に、上古有古純狐国、夏朝郷芸的祭始純狐氏便税な国的と、謝禅木国名為姓という記述があるとされているが、実際には存在しない。古代の神々や人物を上上から、下々までの九つに分類した、感情の古今人表では、こう、と共に、下上に位置付けられている。現代における解説記述として、 百度百0の孔には、キュの狐をトーテムとして祀る一族の女性であるといった記述が冒頭にあるが、これらの記述は師書には見えないものである。一方、経営浮草の唐人小説中女余継承的世俗化など、純狐の持つ美女の要素や、狐という文字が含まれる点から、広大における狐が人間のもとに美女の姿をとって現れる説話や物語への、 影響があるのではないかといった考察などが書かれるなどしている。また、経営浮草は、当人小説中女余計小的世俗化の中で、純と弦の音が近いことを指摘している。陳は、素字解約において、純、狐の字は、生、夏に通じるとしている。ありがとうございます。